蜂みたいになってる。蜂昆虫。あ、これいいね、なんか可愛いね。以上、ご覧いただきました。これちょっと違うのやってん今引っ張られたね、今寿司ざんまい入っとったよ。YouTube をご覧の皆様、こんにちは。別にいいか今回はね、この間ね、この辺に生えてたでっかい木があるんですけど、あれをね、掘り起こした動画があったと思うんですけど、まあ何だったか忘れましたけど、それをね、ちょっと今日は作業台にしていきたいと思います。ちょっと見てみましょう。傾きやべえけど、このフォルム、超芸術的な作業台が完成すると思います。じゃあ、チェーンソーで上っ面ちょっと削ってみて、こいつの反応を見てみたいと思います。足キャン、だって三脚にするんだろ、うん、足からキャンと水平分からへん。まず上っ面切りたいと思いますよし。いやでもなんかさ、この足の形重いやん重いてこの形すげえいいんやて。俺なんか分かる、既製品の机みたいなおしゃんな足の感じだからこれは残したい、残したいね。で、あとはまあこの足かな。どっちこっちか、これか、うん、だからこれを切って平らにして、水平出た時点で平らにしていくようかな。そうですね。よし、これそれ、これも邪魔やな。それ足やね、それ足やね。すげえいい感じやもんね。うん、よしよしよし。それじゃあね、チェーンソーでまずはここ邪魔なね、と足をね、切っていきたいと思います。チェーンブレーキ、よし、いきます。回った、ブレーキ、よし、チョークを締める、ここを切り落としたことにより、ここの足とここの2つで、うわ、めっちゃいいやん。うわ、いいね、めっちゃ安定感あるね。じゃあね、上の面を出していきたいと思います。あ、もう日暮らし泣いとるやん、夏の終わりやんけすげえな、こんな場所で夏の終わりを感じてるか。始まったばっかりだ
疲れた。あとは斧で張っていこう。怖いで。強そう。いく歯が違う。うん、歯違うな。うん、これ安いやつだ。とかなかったこれも。そして視聴者もハーってなる、ね、じゃあ、ね、こいつを使ってね、今後はね、この上で木薪を切ったりねしていこうかなと思います。でここにね、やっぱちょうどいい感じのこういうところがあるんで、こう薪を立てかけてこうチェーンソーで切ったりねしていこうと思います。マカダミアナッツの作業台作りでした。じゃあね。いかつめっちゃかっこいい形やなこれ。いい感じよ。うん。